ラインとラインを結ぶ電車結びです。2本の糸を沿わせます。ここでは最初はこの黄色い糸が幹糸です。これにこの白い糸を巻きつけていきます。まあだいたい 3,4 回ですね。ここで軽く締めます。今度は逆に白い糸が幹糸で黄色い糸が巻きつける糸です。同じように 3,4 回巻きつけます。で、両方の糸を引っ張って、これが、電車の連結する感じをイメージしていると思いますね。それで電車結びという名前の由来だと思います。端糸を切って完成です。